はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。今日ですね、初めてですね、初診ということで専門の病院に行ってまいりました。肺の右上葉に気管に張り付くように直径4センチ程度の球形のマスがあり、がんの可能性が非常に高いと。年末の MRI では何もなかったんで、今年入ってできたものなのは確実なんですけど、やっぱり懲罰委員会のストレスだな。それしかないな。発議者6名のせいだな。豊島区議会共産党議員4名と立憲共産党議員2名のせいで、私がストレスを受けてこういうことになったんだなぁとですね、今後複数の検査で次のことを明らかにしていくと説明を受けました。生検で確定診断、気管内視鏡っていうのが変だって。で、気管からこう内視鏡を細いに入れてブズッと刺して、組織を持ってくるって言うんですけど、気管のダメージを調べる。他に転移はないか、全身を CT スキャン、脳みそから足から、リンパとか、違う肺に移る可能性が高いみたいなこと言ってました。取り去ることができるのか、できたら取り去って、全部取り去れなくても、大部分取り去って残りは放射線当てるであるとか、そういうのね。手術できる体力なのか、いうようなことを明らかにしていくと。今日はそのうちですね、採血と X 線検査とですね、心電図とですね、呼吸器機能検査をしてまいりました。どれもですね、飯食うなとか水飲むなとか、そういう事前の準備ない、必要ないものを詐欺済ませましょうかということなんでしょうかね。結構丸1日かかりましたけど、大きな病院でありがちなんですけど、待ち時間が長い。待ち時間がすごく長い。採血は今日は7本いただきまして、シャラって言われちゃって、結構大量に血抜かれちゃいました。何に使うんだが、いろんなとこにその血回すんでしょうけど、ただでさえ貧血なのにね。呼吸機能検査は初めてでした。肺活量を調べるみたいに、こうやってですね、管、ついててですね、鼻をですね、洗濯バサミみたいのってつままれて、口からだけしか息できないようにして、で、限界まで吸ってって、若い女性の看護師さんだと思うんですけど、限界まで吸ってもっともっともっとだ諦めんな、じゃあ限界まで入って、もっともっと最後の一頑張り、頑張って、っていうのやらですね、これ加えて普通に8分呼吸してっていうのが、超辛かったかな。全部で6個ぐらいそういうのやったんですけど、パターンをチェンジしてね、3分呼吸してから限界まで、一番早く、なんつうのかな、パターンがあるんですよ。なるべく早く吸ってくださいとか、吸うのも吐くのも空気抵抗あるって、あんなに辛かったのか。私的にはこの8分これ加えて呼吸してっていうの、吸うのもですね、なかなか吸えないし、吐くのもなかなか吐けないっていう状況で8分間。辛かった。で、力みすぎてですね、肩凝っちゃって、あーってやるじゃないですか。したら、ここに、力、肩凝っちゃって、この検査の後、さすがの私もですね、がん宣告でタバコをやめておりましたが、あんまり辛くてですね、吸いたくなっちゃいました。なんつうの、強度の、何かがあると吸いたくなんだよね。タバコ吸ってる人は、わかると思う。ないんで我慢できましたけど、自覚症状も全くなく、痛くも苦しくも全然ありません。この通り、声も元気であります。あと10年は私は死なないつもりなんで、皆様ご心配なさらずに。でも4センチって聞いた時は、ピンポン玉ぐらいが結構できるなんて驚いちゃいましたけどね。なんせ自覚症状がないもんですからね。
石破茂が正式に総裁選不出馬を発表したそうですが、知ってたんで、どうでもいいです。こいつは、推薦にあずまんねえんだろうな。たとえ出たところで落選だろうな。あ、なんでこんなね、議員仲間に人望のやつが出れんだよって知ってたんで、どうでもいいですね。9月9日、前田 NHK 会長定例記者会見。総務省から要請された。まあそういうことにしている。これ NHK 側が総務省にそういうことにしといてください。言ったんだと思いますけれども、テレビのない人へのネットでの番組配信実験について、放送と通信の融合が遅れている。基礎的な社会実験を行わないと前に進まない。誰にとっての前なんだっていう話なんですけどね。質問、ネットから金取る気でしょ。前田、今はそういうことを前提に実験を行うということではない。どういう方式で行うかは検討中。将来の日本のためになるような社会実証になれば、将来の日本のためなんかならねえよ。あんたらの私利私欲のためにはなりますけれども、それをですね、日本のためとか偽装する根性が私は気に入らなくて気に入らなくて気に入らなくて、ネットの反応です。集金手段を模索しているのか、怖いね。やるなら法律変える。スマホ受信設備とか言うなよ。ネット配信いらねえ。 NHK がいらなくてテレビもないんだろうに。カルト業者の宣伝会。 NHK を見ることが国民のためになるとか思っている時点で話にならない。まあ徹底的にね、ずれてんですよね。なんだかね。必要ないからテレビ持ってねえんだろう。余計なことすんだ。何が何でも金が欲しい。と言ってるようにしか思えない。思想信条の自由、財産権の侵害だぞ。NHK マジで凶悪すぎる。なんで NHK の番組を見せることが、国民のためになるって思ってんだか、思い上がってんだか、とんとね、検討どうもつかないですね、 NHK ね。放送と通信の融合が遅れている。テレビ業界はですね、ネット業増をしてます。実は、広告を取り合う商売型機でもあるし、変更放送しようもんならクレームが山に来て、山のように来るし、しかもクレームに慣れているネットのですね、まあ2チャンネラーっていうか、そのまあツイッターでもそうなんですけど、どこをどうやって言うと一番効くかとかですね、どこに言えば一番嫌がっかとかですね、まあスポンサーとかね、そういうですね、クレームに長けた人間がネットに山のようにいるというですね、これをテレビ局はすごく嫌がってます。良い放送した時は全然褒めてもらえないと。なので放送側はですね、ネットとの融合など考えてません。増してますから。どうやって組み伏せっか、どうやって自分らが勝つかだけ目指してますね。社会実験を行わないと前に進まない。誰にとっての前なんだ。自分の都合のいい前なのが NHK だけでしょ。NHK がネットから金取り出すのを我々は前進とは認めませんよ。NHK 以外にとっては、つまり我々ね、にとっては前ですらないしよ。むしろ後退ですよね。今はネット聴取考えてない。NHK 会長の仕事っていうのがですね、まあスポークスマンである。あと、像を一身に集める係。いざとなったら責任取って辞任して、うやむにゃにする係。このための超高級をもらっております。総理より高いって非常識ですね。まあまあ、巨大組織のトップって大体こういう性質持ってるんですけどね。ましてやそのトップが70歳以上だと、大体これですね。まあ、50代が組織、実務的なもんはバリバリと動かしてますから、まあ、70代のトップなんちったら責任取る係ですよ。いざとなったら、辞任して、うやむやにするっていう、責任を背負いながら高給もらってる。まあ大体これですね。NHK だけじゃないですよ。NTT であるとか、まあ東京メトロであるとか、まあそういうね、巨大組織ね。こういうのの実務はですね、
そのなんつうのネット配信で金取りましょうって画策とかですね、そういうずる汚ね、卑怯でせこい卑劣な、風上にも置けないような人間なクズなことをやってるのは通称15回営業局であります。それがそこが日夜の悪巧み、こんなずる賢いことをよく思いつくなと、NHK 内部でも評判、よくもまあこんなこと考えつくよな、評判になっております。全然ね、あの人ら賢いなとかそういうことではないですからね、その評判はね。事態悪化の時にはまあ前田会長はもういないでしょうね。任期 2,3 年じゃなかった NHK 会長って。したらね、いよいよネット聴取しますって時には前田会長いねえよね。したらですね、今のところ考えてないっつって、言うだけ言って何言っても構わないですよね。事態が動く時にはいねえんだから。15回が地上波、衛星波、契約一本化に動き出したって、中止、聞くし、あがく前に、まあ、息のね、止めたい気分だな、ネット聴取ね。やりすぎて、暴動起こされて、倒れてもぜ、ですけどね。方法は検討中、だそうであります。テレビない人の特定で、早速、つまずいてんのかな。そりゃそうだ、NHK は、基本的にね、契約者の情報しか持ってない建前ですもん。もし契約してない人の情報も持って回すんですから、これ大変なことになりますからね。ひょっとしたらどうやっても永遠に調査実施できないかもしれないですね。まあまあ、総務省の肝入りっていうか、ドコモかなんかに、ちょっと情報を使わしくんないって、言うかもしれないですけれども、ドコモだってね、そんなおいそれと、総務省が言ったからって、個人情報だからダメですって言いますよね。昼曜日、やしろ、やだい。八代弁護士、共産党の綱領に暴力革命を目指すと書いてある。共産党書いてね、謝罪しろ、TBS 光の速さで土下座、八代弁護士1日後に謝罪、私が言ったのは政府公式見解でした、綱領には書いて願ったわ、1日後の C 和夫、暴力革命だという共産党への攻撃は全くのデマーって言って、まあこの路線で行くんだな、次々とそのようなこと、共産党が暴力革命を目指してるっていうのはデマですからね、いうようなことを次々と発表してましたけど、まあどうやらそういうことにしろって不破哲三90歳の指令が下ったんでしょうね。徹底的に暴力革命を目指していることを人を否定しろっていうね。つまり我々は暴力革命を目指しておりません。っていうことにしろって、90歳からは命令下ったんでしょうね。加藤官房長官、記者会見、政府見解変更はない。まあ、とどめ刺されましたね。つまり日本共産党は暴力革命を目指す破防法に基づく公安監視対象団体っていうのが政府公式見解ですから、これに変わりないですと。共産党がいくらですな、まあ犯罪の証拠も出せてないのに、綱領にも書いてないって言ったって政府の認識がこれですからね。公安や政府が共産党が暴力革命を放棄していないと断じる理由は、まあ昨日の動画でもブログでも説明しましたけど、まあ要約すると、過去の犯罪ははみ出し者や脱落者の仕業とし、党本体は預かり知らんと、すっとぼけ、謝罪も反省もしていないから。党本部が数々の犯罪を指令したことがバレてて、今でも嘘をつき続けているからと。C 和夫、今年の7月15日に、党が亡くなるような大きな過ちはしていないって口滑りまして、まあ今でも共産党があるってことは、まあそうなんでしょうね。共産党がなくなっちゃうような大きな過ちはしてないかもしれないですけどね。でもこれって小さな過ちはしてるってことですよね。自白ですよね。不破哲三がもみ消し工作に走りました。今回の暴力革命などないって方針も不破のもんでしょうね。 C 和夫は若干認めつつありますから、不破哲三90歳が、まあ、実質、今でも日本共産党すべてを動かしているのは疑いもない事実であります。まあ、永遠ってわけ、いかないでしょう。90歳だからね。まあ、その時が来たら、共産党はどうなんのかな。いよいよあれかな、暴力革命放棄します。過去の犯罪はすべて
申し訳ありませんでしたと言うんでしょうかね。時効とっくに過ぎてる事件も多いし、認めて謝って革命放棄を誓った方が断然得なんですけどね。まあまあ、あの革命家は理屈じゃないからね。情熱家、あ、革命が情熱家ですから、理屈でね、あの、いくらこっちの方が得だよって言ったって、まあ言うこと聞かない。私らからするとですね、ただのバカって言うんですけど、そういう人ね。まああの、いいもの食って、最高の医療が受けられる。不安よりも先に、当院が全滅って恐れもありますね。いや、あの、笑っちゃ、あ、いけないんですけど、笑っちゃね。やっぱね、あの、赤旗配ってるあの、80代のおじいちゃんが具合悪くしちゃって、まあ、交代の人来たんだけど、やっぱり80代のおじいちゃんで、なんて、笑い話がありますよ。シーカズを、今、67歳なんですけど、10年後には77歳になりますよね。民が滅びて王だけ生きてるなんて滑稽だわ。不破鉄道100歳。今90ですから、まあ、10年後は100歳なわけだ。その頃もですね、あのいいもん食って最高の医療を受けてる不破鉄道は生きてるかもしれない。でもあの赤旗を無料で、汗水垂らして、配ってるですね共産党員の皆様はもういなくなってるかもしれないですね。まあ、 あのこういうことですよ。王だけ生き残ってるなんて滑稽ですね。まああの共産党の X デーはそういうわけで、不破鉄道のアレな日いいと思われるんで、その日をね、ちょっと見たいんで、もうちょっとね、不破鉄道より長生きしないといけないな、って思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。